どういう行動をしたらホストを落とせるか、手軽に愛される方法を教えてほしいです。ホストの子たちが何割ぐらいそういう大切な子というかいるもん。はい、どうもこんにちは、ホジカイです。こんにちは、お久しぶりです。今日はどういう行動をしたらホストを落とせるかっていう、なるほど、ホストにこう好きになられる方法っていうのをね、食いつきグループの会長が教えてくれるということで、やっぱ報われない恋と報われる恋みたいなのやっぱあると思うんですよ。はい、実際どんな何割ぐらいがうまくいくんだろうね。こう何割ガチの恋愛で結ばれるってことですか？そう、初回とか例えば行って出会いじゃん。でホストって意外と出会いないから、ああいうそういう初回とかだったりお客さんから彼女になったりとかっていうケースが結構多いと思うよ。はいはい、よそでってこう、まあ多分いるはいるけど、多分割合的にはそっちの方が少ないじゃん。まあだからお客さんとしても来てもらうけど、彼女としても好きだよみたいな多いでしょうね、多分。何割ぐらい？1割歩かないからでしょ。あ、本当に結ばれるのはそうだよね。でも恋愛対象として見るのはでもお客さんもほとんどじゃない？まあそうでしょうね。一応男女ですからね。でもまあそんな中で完全に、あ、もうこいつ客だなっていうのと、来てはくれたら嬉しいけど、まあ女としても好きだなの2パターンにこう分かれると思うんですよ。はいはいはい、どうやったらやっぱこっちで女としてなるべく見てもらえるかっていう。なるほどなるほど。どういう子が好かれるかだよね。そうですね。まずうざくない子だよね。いや、でもうざくなくても軽いだけじゃない、軽く感じないですか。やっぱ多少こう束縛してくれたり、こう重いぐらいじゃないと。多分その見てくれてる方で、じゃあ私ずっと支えますよとか何百万使いますよ、そうそうできることではないから、手軽に愛される方法を教えてほしいです。あんまりペラペラ周りに言うか言わないかが重要かもしれない。あ、それは大事、絶対大事。で結構よく僕もこう付き合いとかでキャバクラとかも結構行くこともあるんですけど、はい、キャバ嬢とかも同じこと言うね。あんまりベラベラどこどこの誰々と前付き合ってたんだよねとかっていう言われたとしたら、あ、信用できないな。あんまりそういうのベラベラ喋る子、うわ、俺のこともこれ多分言われるなと思って。そうです、ね、その確率はかなり強い。だからあんまりベラベラ人のこと話さない方がいいかもしれない。共通点は清潔感ある子かもしれないね。やっぱ彼女なんですよねみたいなとかって紹介受けることがあったとしても、やっぱ清潔感はやっぱみんなあるかなと。意外とあとはでもいい子だねって思う子が多い。おー、なんかわかりますね、それは。いたみたいな子はほとんどいないけど、いたっていう子は振り回されて恋愛に発展するケースもたまにあるけど、一瞬で終わってるみたいなイメージある。そうですね、自分のことより相手のことを考える子の方がいいよ。そうっすね、あと受け身な子の方がウケるんじゃないですか。だから今日会ってくれなきゃやだとかじゃなくて、ああ、はいはいはい、会いたい時に行ってよとか、時間できたらいつでも行ってぐらいの、こう受け身な子の方がいいと思います。間違いない。あとでも共通点あれもあるかもしれない。なんかグイ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 来すぎる子はちょっとみんな嫌がるんじゃないかなと思う。嫌がると思います。そうだよね、絶対嫌がるっす。なんていうの、自己主張が強いというか。だから例えば初回で出会ったとして、今日終わったら会えるよね、今日会えるとか自分から言っちゃってたらもう絶対無理だと思う。でむしろホストに今から会おうとか言われても、今日は無理って最初は言っとくぐらいの方がそうな気がするっすね、俺は。あと辛い子は多分みんな嫌だから、うわ、たくさんこいつ男と連絡取ってんなっていうのも嫌じゃない。だからなんかチャラチャラしてんなっていう風に思う子はちょっとアウトな気はする、俺はね。あ、いや、そうだと思います。だからいろんな初回行っていろんな人に抱かれてたら結局誰にも大事にされないでしょうね、多分。寂しい人生になっちゃうと思うんで。 お財布はどう？関係ある？お金持ってる方が。でも有利は有利か。お金ない子より お金あるに越したことはない。だよね、お金だけじゃないし、別にお金なくても付き合ってたりとかってあるけど、まあ、有利なだけだよね。そう、有利なだけで、その人にのために全力でっていう気持ちがあれば、金額は関係ないのかなっていう気持ちじゃないかなと思います、お金関係ない。性格はどう？あるでしょう。性格あるね。だからさっき言ってたように、やっぱグイ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 来ない。だから男みたいなやつはダメっす。確かに男キャラの性格の子はホストには受けない。受けないっす、絶対受けないと思う。だから会えない日は会えない日でちゃんとこうおとなしく待ってて、会える時はやっぱこう寄り添うというか、そういう受け身な子が受けるイメージですね。実際さ、ホストの子たちが何割ぐらいそういう大切な子というかいるもん。でもその本営と見分けつかないじゃないですか。そっかそっか。
でもなんか、じゃあ例えばその子がお金なくなってもこいつは愛してるんだろうなって思うのは何パーぐらい、まあ、僕が見てる中で、まあ、大体80人ぐらい。そうだよね、1割ぐらいじゃないですか。1割、8人ぐらいか。でも8人ぐらいはやっぱそういう今話してたような素敵な女性に巡り会えてるってことだよね。いや、バカだなーっていう子もいる。やっぱり、いや、やめとけよそんな女って思う時もありますけどね。あるよね。だから仕事休んでよとか、仕事辞めてよとか言ってる女ってほんと下げまんでしょうね。こう代表とかこう店舗のプロデューサーみたいなのやってる時とかに、やっぱこうちょっと大事な話あるんですけどみたいなんで、ちょっとあの子のこと好きになっちゃったんでホスト辞めたいんですけどみたいな、たまーにいたもんね。俺ね、俺も言われますよ。それ言われるたびに思うのは、女のためにお前は仕事を辞めるんだねって、じゃあお前の仕事っていうのは、女の次に来るもんなんだねって、じゃあお前の人生絶対成功しないわって思いながら聞いてます。いる、いまだにいる、やっぱそういう子は。いますよ。いるよね。言われますよ。頑張ってないと結局好きな子できたり子供ができても食わせていけないんで、結局好きっていう気持ちを優先しちゃうのは未熟ですよね。結婚まで行くとよりもっと確率減るもんね。さっき言ったその8人とか言ったじゃないですか、その中の1割でしょうね、結婚までいけるの。要は、皆さん分かりました、80人ぐらいキャストがいたとして、要は1人ぐらいが結婚できますっていうぐらいの確率です。まあでも、こんなこと俺が言ったらダメですけど、ホストと結婚しない方がいいよと思います。理由は、やっぱね、優しい人、優しく安定してる人と結婚した方が、年取った時幸せなんですよ。やっぱキラキラ見えるのかね、ホストの方がね。それね、今だけだから。こう、冬月グループ全体見てますけど、実際にまあプレイヤーやりながら結婚してたりする子もいるはいるもんね。結婚ホストも多いよね。×2とかもいます。子持ちとかもね。×2も子持ちもいる。まあ、結論つけると、どういう女の子がホストに好かれるのかというと、グイグイいかない。グイグイいかない、性格的な意味合いのところだよね。はい、で、いろんな人と出会いすぎない。チャラチャラしてないってこと。そうですね、昔の男の話をしない。男の話をしない。あと男っぽくないが大事だと思う。見た目そこまでだかなと思うけどね。まあでもホストも好みがあるんで、ただ清潔感さえあれば俺は関係ないと思う。そう、俺もそのタイプ。ただめちゃめちゃプリンで、なんかこう肌とかもノーメイクでめっちゃ荒れててみたいなのはちょっとダメかもしれないですね。で、見た目も性格もそんな感じで、年齢とかも、あんまり関係ないと思いますけどね。ミトラ君何歳から何歳まででいける？僕は過去の恋愛とか12歳から60まで。はあ、広っ。え、12、犯罪、犯罪。まあ、まとめると、まあ、その信頼されることが大事なんで、まあ、いろんな人のところに行ったりしないのと、やっぱ自分からグイグイ行くのは引いちゃうんで、で、ペラペラ喋るのも引いちゃうし、気をつけましょうと。とあと、お金はまあ余裕あった方に越したことないね。越したことがない。どうですかね、ちょっとはプラスになりましたかね。こう、なんかまあ、なかなか男の子と出会いがないからホストクラブ行く。で、別にうまくいかないこともないんで、うまくいくかいかないかはあなた次第です。あとそうだ、はい、ベロベロになんない方がいい。あれ結構見苦しいから、あの女として見れなくなる子多いと思うの。あれで醜態さらすと、ちょっとお酒をほどほどにしましょう。ホストの口説き方、ホストの落とし方っていうところで、今日はちょっと皆さんにちょっとでもね、ホストクラブをより楽しんでもらえたらいいなと、そして人生豊かにしてもらえたらいいなというふうに思います。マフィツキグループイケメン、そして性格いいかどうか分かんないけど、いろんな人間いるんで、ぜひ出会いの場としても、はい、見てもらえたらいいなと思います。結婚してるホストもいるよ。フリーのホストが 90% ということなんで、まあ、だから外れ引かないように気をつけて、彼女持ちと、妻子持ち、はい、ということです。今日は皆さんありがとうございます。また見てね。